大沢妙子さんは大沢次郎さんがお父さんということでよろしいですか？啓太は前の夫との子供です。山崎さんの話聞いたことない。特別な人？別に恨んでるとかないんです。でも奥さんの顔見たらもう憎くて仕方ないんです。ケイトの、あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで、好きな人が好きな人を探すのをずっと手伝ってきたんだよ。次ママのだ。でも次は本当のマグマ抱かせてみる。詳しいですよ。担当はしないの。知らないところで変われるより、いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。こっち見て。あ、待って、間違えた。え、待たしていい？いいよ。